エドアルト・フリードリヒ・ペピグ、エドアルト・フリードリヒ・ペピッヒは、ドイツの植物学者、動物学者、探検家であった。南米の博物学的探検を行いアマゾン川の上流で大オオニバスを発見したことなどで知られる。ザクセンのプラウエンに生まれた。ライプツヒ大学で医学と博物学を学び、医学の学位を取得した。大学の学長の命令で、北米、 南米の植物の調査を命じられ、1823年から1824年まで、キューバに、1824年から1826年まで、ペンシルベニアで働いた。1826年に、チリのバルパライソに赴き、そこで数年を過ごし、チリ、ペルー、ブラジルの科学探査を行った。1832年の後半に、 多くの動物学と植物学の標本を携えてドイツに戻った。1833年にライプチヒ大学の准教授になり、中世ライプチヒ大学で働いた。ライプチヒの科学博物館の設立に貢献し、自らののコレクションは博物館に依存された。南米の4000種の植物を記載し、インカの遺跡も調査した。 アマゾン川をイカダやカヌーで遡り、1542年のスペインの征服者フランシスコ・デ・オレレアーナ、1744年のフランスの地理学者シャルル・マリード・ドラ・コンダ・ミーヌ以来探検されることのなかったアマゾン川の全流域を探検したヨーロッパ人となった。ペップは植物の学名で命名者を示す場合にエドアルト・フリードリヒ・ペーピッヒを示すのに使われる。 ありがとうございます。